はい、というわけで明治屋醤油さんに来ました。はい、ここではですね、醤油作り体験ができるということでちょっと見ていきたいと思います。では早速行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。すいません。よし、小沢さん、お待ちしておりました。あ、ありがとうございます。こちらで醤油体験ができると聞いたんですけど、はい、今日は醤油体験できます。あ、本当ですか。よろしくお願いします。いや、今日は工場見学と醤油搾り体験の方よろしくお願いします。はい、お願いします。では、行ってみましょう。はい、というわけでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速工場の中に入っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。このまんま溶かしたらお味噌汁で飲めそうな感じの。そんな、これを絞れば醤油でできます。醤油に入りますと。はい、で、はい、絞って。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。サービスまでついてますよ、皆さん。ぜひ醤油搾り体験来てくださいね、皆さん。はい、はい、ではやってみましょう。持っておりますので、いきます。濃いめの醤油かな。よいしょ、もうちょいか、こんなもんかな。はい、で、薄くしよう。薄くでも色が薄い。あ、ほんとだ。これは再仕込み。再仕込みですよ、これ。一手間醤油で書いてますけど、これ二手間醤油です、これ。醤油からの醤油作ってますから。濃いですよ、これ。濃い、濃い味ですよ、これ。あ、本当だ。濃さ全然違う。濃厚さ加減も全然違いますね。そうなんですね。では、いただきたいと思います。すいません、いただきます。まずじゃあ自家製の、ね、作った、自分で作ったやつからいきます。おお、すごい。なんか自分で作ったからでしょうね、きっと。自分で絞ったから美味しい。なんていうんですかね、普通の、まあ、焼いてないっていうのもあるんでしょうけど。そうかもしれない。口当たりものすごくいいですね。あ、そうですか。工場みたいなね、匂いのする。そうです。それを加熱すると、まあ、一般スーパーに並んでるようなね。そういうことですよね。 すげえ。よっしゃ、次はじゃあ薄口を、薄口醤油いただきたいと思います。はい、うん、すごい、全然違う。お塩に近いというか。で、しょっぱさ感じるかもしれない。しょっぱさは強いけど、でも醤油の味もちゃんとしっかりしますね。大豆が強いというのか。すごい、全然違うな、こうやって食べると。はい、じゃあ最後のさえ仕込みをしたいと思います。あ、濃厚ですね、めちゃくちゃ。あ、一番、なんていうんですかね、あの、売ってる醤油に近いというか、でもその中ですっごい後からまろやかな感じがすっごい出てくる。最初の口当たりは、あの、売ってる醤油に近いんですけど、そっからの、なんかコクマロみたいな感じですかね。そうです、濃いです。そうですね、そうですね。すごい、塩分も多分一番低いです。すごい。だからやっぱ深みが増すんですね。だから深みって言ったらいいんだろうな、多分。こっちの2種類はこう、
あれですね、最初の口当たりでもう全然違うの分かるんですけど、これはやっぱ、いや面白いな。でもその言われてからですけど、醤油から醤油作ってる感じあるわ、こう口にずっと残ってる感じは。そう、濃いですもんね。ね、こっちは両方ともあっさりというか、最初にあ醤油だって感じなんですけど、こんなに違うんだな。そうなんです、そうなんです。なんでいやー、スーパーを端から端まで全部醤油変わって、多分ね、違うんでしょうね。毎日同じ料理作っても味とか匂い絶対違うと思います。いや変わりますよねこれは。いやだからこだわる人たちが調味料からやっぱ選ぶ理由が今日ちょっと分かった気がしますわ。本当にもう今こうやってみてなおさら違い分かりますね。よかったです。いや面白い体験でした。すいません、どうもありがとうございます。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。勉強させていただきました。とんでもない、すいません、ありがとうございます、はい。